どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。今回は耐久枠として優秀なフゲンとホホはどっちを引くべきかについてまとめていきたいと思います。フゲンとホホは復刻枠となっていますが、どちらとも現在でも活躍ができるキャラクターとなっており、欲しい人も多いのではないかと思います。ですが新規のキャラもたくさん確定していますので、石の節約とかを考えるとどちらかを選ぶ必要が出てくるかなと思いますね。ということで今回は実装からずっと使用してきて、それぞれのいい部分を理解した上での比較をしていきたいと思います。またガチャのおすすめ度なども最後に紹介をしていますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。僕自身の優先度も紹介していますので参考にしていただければと思います。またチャンネル登録などしてもらえますと今後のモチベにつながりますので、応援してくれる方はよろしくお願いします。それでは早速解説していきましょう。それではそれぞれの耐久枠としての比較をしていきたいと思います。ですが最初にフゲンとホホの簡単な紹介をしたいと思います。フゲンは HP を耐久値として味方全員のダメージを抑えることができる耐久キャラとなっています。多岐にわたるバフを持っており、味方の援護もできる上に自身で回復することも可能となっているんですよね。ホホについてはリジェネ効果を持った拡散持ちで、味方をまとめて回復しつつデバフ解除もできるヒーラーとなります。必殺技の攻撃力アップで味方を援護しつつ、全員の EP 回復をすることで味方の援護も可能となっています。どちらとも耐久枠としては優秀で、肩代わりと回復でパーティーを長期戦でも味方が活躍しやすく整えてくれます。それではそれぞれの特徴を抑えた上で比較をしていきたいと思います。比較の内容としては、役割、育成、耐久面、バフの種類、 SP 供給、兵器性の幅で比較をしたいと思います。まずフゲンからです。フゲンの役割でいうとタンクとヒーラーになります。ビヒーラーっていうところですね。フゲンの HP が高いほど耐久力はアップしていきます。スキルの発動で必ず 65% は味方の攻撃を負担してくれるっていうのがありますので、体力の低い味方でも安定した動きができるっていうのが特徴です。ここについてはデバフ解除とヒーラーになります。拡散回復ができる上にターゲットに対してはデバフ解除をできるっていうのがありますね。またターンの初めに回復とデバフ解除も付与できるので、行動不能を防げるっていうのが一番のメリットとなります。では続いて育成面です。フゲンに関しては比較的厳選が簡単となっています。耐久値の元となるのは HP アップだけとなるため簡単に済みます。育成においても厳選は非常に簡単なところがいいですね。続いてここに関してですが、こちらも比較的厳選は簡単となっています。回復量は HP に依存しているってことがあるため、自身の生存率を上げつつ回復量も伸ばせるため、厳選においては非常に簡単っていうところですね。続いて耐久面に関してです。フゲンは最高の耐久力となっています。フゲン自身が HP が高ければ高いほど問題がないっていう状態ですね。また自身でほぼ全開まで回復できる方法を持っているため、 HP が減っても耐久面の心配はなくなるっていうのがあります。意外と長期戦向けなところがありますね。続いてホホです。ホホに関しては最高の回復力となっています。スキルで拡散回復ができる上に、専用バフ取得でターン始めに回復プラスデバフ解除ということができます。特殊な条件にはなりますが、 HP 50% を下回っている場合は味方の必殺技でも回復することは可能だったりしますので、回復面に関しては申し分ないところとなりますね。続いてバフの種類です。フゲンは HP アップ、回心率アップ、火ダメ減、行動制限、デバフ抵抗がつきます。味方の耐久値を上げるバフが多く、特に回心率については味方のダメージアップにつながるので嬉しいところです。何かと味方の貢献ができるところがいいですね。続いてホホです。ホホのバフの種類は攻撃力アップと EP 回復になります。バフは攻撃力アップしかないんですが、 EP 回復が可能なため味方が必殺技を回しやすくなるっていうのがありますね。違う意味で貢献ができるっていうところです。続いて SP 供給についてです。フゲンに関しては効率が良くなっています。スキルは3ターン継続となっており、スキル、攻撃、攻撃、スキルで SP を1回復する余裕があります。まあ、これにより耐久面を維持しつつ SP も回復できるっていうのがありますので、かなり効率がいいかと思います。続いてホホです。ホホに関しては普通です。2ターン継続のスキルとなるため、スキル、攻撃、スキルの流れとなり効率は普通となります。SP の回復が難しいところっていうのは覚えておいてください。それでは最後、編成幅についてです。フゲンに関しては一部を除いて幅広いっていうところです。耐久枠として相性がいい編成が多いのが特徴ですね。
ただし持続パーティーだけは回心率が無駄になるので好ましくはないっていうところです。これは好ましくないっていうのがちょっと大事なところですね。なんですが予備のようなアタッカーの場合は虚無編成でも相性が良くなっています。純粋なアタッカーと組ませることで最適が良くなるっていう感じになります。続いてポフォについてです。ポフォの編成に関しては EP があるキャラなら誰でも組めるっていうのが特徴ですね。回復とデバフ解除に加え EP 回復があるためどの編成でも相性よく組めるっていうのがあります。特に持続編成とは相性が良くなっていますね。持続編成と組ませるならポフォが圧倒的にいいっていうところですね。ただし読みの場合は EP 効率が意味がない場合がありますので組ませるのはちょっと避けたいなっていうところもあります。比較としては以上となります。無限とポフォの比較としてはこんな感じですね。似たところが多い2人ですが違いとしてはデバフ抵抗、バフ配りの量、SP 供給、編成という部分で相性の差が出てくるっていうところです。正直どっちが性能的に高いかって言われるとそれぞれ方向性が違うので活かす部分が全く違うんですよね。なので比較といってもこれくらいの差しか出てこないなっていうところになります。それではそれぞれの適正装備と編成を見ていきたいと思います。まず不限からです。不限に関しては高円錐は持ち高円錐をはじめとして星5高円錐の勝利の刹那が相性良くなっています。星4ならランドゥーも相性が良く持っていない場合はヘルタ高円錐の記憶の素材なども有効となってます。こちらでも十分な耐久は得られますね。異物に関しては宝明と吹雪が一番相性良くその次に宝明とメッセンジャーになります。オーナメントは折れた竜骨でデバフ抵抗を上げるのが相性良くなっています。その他には選手とかも相性がいいですね。続いて不限の相性がいい編成を順に並べました。まず第1は読み編成です。読み、銀狼、ペラ、不限ですね。不限の相性が一番いい編成と言ってもいいです。まあ現環境だとこれですね。続いて漁師染めです。税で銀狼、花火、不限です。漁師を全部揃えているのであればこちらが最適というところですね。ジェードが来るとまた編成も変わってきそうなところですね。続いて持続編成です。カフカ、ブラックスワン、ルアン、不限となります。ポフォには劣りますが持続編成としても実は使えるところがあります。回心率がなくなるだけでその他の部分では貢献度高いですからね。続いて陰月キャリー編成ですね。陰月、花火、慶運、不限となります。また似たような編成では軽減キャリー編成ですね。陰月の部分を軽減に変えただけとなります。まあアタッカーと組ませる分には不限はとても相性が良くなってますね。で最後追加攻撃編成も相性が良くなってます。霊障トパーズ、ロビン、不限です。アベンチリンの代わりに入れるっていうところですね。まあ、追加攻撃の回数は減りますが不限でも十分な耐久枠となっています。読みなどのような回心率や耐久値の低いアタッカーとは相性が比較的良くなっています。持続編成に関しては相性が悪いっていうのはもちろんあるんですがここよりも劣るっていうだけであって実はかなり相性が良かったりもします。使えなくはないっていうところですね。ただいいダメージを出したりとか回転率を考えるとフォフォの方が上になります。続いてはフォフォです。高円錐は持ち高円錐をはじめ同じ気持ちなどのような治癒量がアップするものが相性いいです。星5の自説はいらずでも HP アップすることも可能なので耐久面アップも期待できます。意外とこれが使いやすいっていうのがありますね。異物に関しては火脚4セットか火脚メッセンジャーの2セットずつが相性がいいです。個人的には速度が欲しいところがあるので2番目の方を使ってますね。オーナメントに関しては、オイヌ選手が折れた竜骨で欲しいバフで選ぶようにするのがいいかと思います。効果抵抗をそこまで求めるところはないので、無理に折れた竜骨を使う必要はなかったりしますね。編成の代表例としてはこちらになります。まず一つ目は持続編成です。カフカ、ブラックスワン、ルアン、ポホです。まあ、ほぼほぼ最強編成とも言っていいぐらい強い編成ですね。星5を揃える必要はありますがかなり強いです。続いて陰月キャリーです。陰月花火、低運、ポホです。続いて読みですね。読み、カフカ、ブラックスワン、ホホです。まあ、カフカとブラックスワンの手助けをホホでするというような感じです。続いて追加攻撃編成です。霊障トパーズ、ロビン、ホホですね。最後に、軽流キャリーです。軽流、ブローニャ、ルワン、ホホとなります。軽流と言ってますが、ここはジンでも大丈夫です。ホホの特徴としては、耐久枠として入れることで、デバフ抵抗を上げつつ、味方の火力と手数をしっかり増やしていくというのが特徴です。意外とどの編成でもいけますが、持続編成においてはやはりトップクラスの相性となっているので、ぜひフォフォは組ませたいというところですね。なので持続編成をよく使う方はフォフォは必須級かなと思います。で、ここの2つ編成例について比較をしていきたいと思うんですが、違いとしては読みと持続編成の適正優先度に差があるというところになるかと思います。
読みと持続編成はどちらも使えなくはないっていうのはありますが、最適かどうかっていう違いになります。ここに関しては正直現在どちらの編成をよく使うかによって差が出てくる部分かなっていうところですね。また矛の特徴としては経理のような自傷型ですね、 HP を消費するアタッカーの場合だと矛が扱いやすくなっています。これに似たキャラで言えばジンのようなアタッカーも矛の方が相性良かったりするんですよね。それではそれぞれの特徴を見えてきましたので、次は普賢と矛のガチャについてまとめていきたいと思います。それではまず普賢から見ていきましょう。普賢を引く方がいい人について内容をまとめたいと思います。項目としては次を基準にチェックしてもらうといいかなと思います。1つ目は持続編成を活用していないということです。普賢に関してはどのアタッカーとも基本相性が良くなっていますが、持続編成を活用しているかどうかは非常に重要なことです。持続編成は育成するまでも時間もかかりますし、現在育成が進んでなければ他のアタッカーの適性を上げた方が良かったりします。なので持続編成の活用っていうのは重要になります。続いて2つ目、ナセツはすでに所持しているというところです。ナセツを持っていた場合は頬の代わりになることが多く、その場合は普賢を用意した方が編成の幅が広がるっていうのがありますね。続いてはアベンチュリンを所持していないというところです。アベンチュリンを所持していない場合は損後耐久枠の適性が高いアタッカーがいますので、普賢の獲得をおすすめします。続いて陰月軽減を主軸にプレイしている。陰月や軽減に関しては普賢の方が矛より圧倒的に相性がいいため、アタッカーの性能を伸ばせる可能性がアップします。なので陰月軽減をメインで使っている方はぜひ普賢を選んでみてください。それでは最後です。ボスに一撃で倒せれることが多々あるっていうところですね。これに関してはそもそもの編成の耐久面が足りてないことが言えるため、普賢によって解消するのがおすすめとなります。回復量が高くても一撃で倒されるならダメージを減らすしか方法はないですからね。まあ、他の損後キャラ使ってるけど耐えきれないっていうことがあるようであれば普賢を入れて改善するのはありかなと思います。この5つを確認してもらって3つのチェックがつくようであればガチャをおすすめしたいなっていうところになりますね。それでは続いて頬を引く方がいい人について内容をまとめたいと思います。次の項目を基準にチェックしてもらうといいかなと思います。1つ目は持続編成をメインとして活用している。頬は持続編成において必須級の耐久枠となっています。適正編成を組むなら合わせたいキャラクターというところなんですよね。ここは普賢と頬を使ってみるで思うんですが全然違います。持続編成に関しては HP 管理がかなり難しい上に攻撃力バフは火力減となりますので、メインで使用しているなら欲しいキャラっていうところですね。持続編成をメインでやってるだけなら本当頬はいて損はないと思います。続いては羅刹を所持していない場合です。羅刹を所持していない場合は代わりになることが多いのが頬になります。なので獲得はおすすめというところですね。回復枠としては同じぐらい優秀かなと思います。続いてはアベンチュリンをすでに所持しているっていう方です。アベンチュリンは普賢と被る部分が正直多いです。なので所持していた場合は頬を優先的に獲得するのがおすすめとなります。続いて渓流陣を主軸にプレイしているっていう方です。渓流や陣は HP 管理が非常に大事となります。HP 回復や EP 回復で緩和が可能なのもありますので、主軸のアタッカーなら頬はおすすめとなります。そして最後、デバフ抵抗で足止めを食らうことが多いという方にもおすすめです。デバフ抵抗に関しては頬よりも優れたキャラはいないですね。まあターンの初めに回復できるとかほとんどないですからね。なのでデバフに困っている場合はおすすめというところになります。この5つを確認してもらって3つチェックがつくようであればガチャに関してはおすすめになるかなというところです。さてここまでチェックについて紹介をしてきましたが、どちらともチェックをしてみていかがでしたでしょうか。キャラの所持によって差が出るのかなと思います。ですが中にはチェックの数が同じ数の方もいるかもしれませんので、ここからは個人的な使用感をもとにおすすめを言っておきたいと思います。もしチェック数が同じだった場合、ガチャを引くのに迷ったら頬のガチャを引きましょう。これに関してはちゃんとした理由があります。まず理由としてですが、デバフ解除が腐ることがないからっていうのが一番の理由です。これに関して頬の魅力と言ってもいいかと思いますが、ターン始めのリジェネとデバフ解除は唯一無二です。これをしようと思うのならば必殺技で無理やり割り込むしかありません。このゲームに関してなんですが、アタッカーがターンが回ってきても行動できなければ役に立たないというシーンがあります。そういったリスクを減らせるっていうのが魅力なんですよね。またギャラガーやナターシャに関しては単体にスキルでデバフ解除というのはできます。ですが常に SP を消費するんですよね。
デバフにかかった味方の数が多ければ多いほど SP を消費します。それに比べるとホホは味方のターンでも回復が可能なので便利すぎるんですよね。同じ SP1 消費なんですが全く違います。しかもこの性能も相まってどの編成とも組ませやすく受傷系とも相性がいいので普賢よりも魅力的な部分となっています。もちろん普賢の一撃耐久っていう部分に関してはホホにはありません。ですがそれは各キャラの育成厳選で改善が可能だったりもします。まあ防御力が上がるものを入れるとか工夫はしようがありますね。その後の主人公でも大いに役に立てたりもします。ですがデバフに関しては解除系のスキルや必殺技を使うしか方法がありません。これがどうしてもネックになります。その点を考えると普賢と頬のガチャの優先度は同じくらいなら個人的には頬の方がいいという判断になりますね。これはずっと使ってきてて感じた部分かなとなります。でいろいろ話なんですけどこれに関してはあくまで僕個人の使用感の感覚となりますので参考程にしてもらえると嬉しいかなと思います。ただ僕自身はやっぱデバフ解除が腐らないことを考えるとフォフォかなっていうところですね。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった役に立ったという方がいましたらよければチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。